鉄道動画アウトレット。動画をご視聴いただきありがとうございます。この後動画振り返りぜひ見てね。はい、皆様こんばんは、寿司焼きです。それでは動画振り返り、今回も行ってみたいと思います。今日の動画は小島駅に 115系が入線、普通の 115系かと思いきやというわけで、今回は小島駅に到着した普通列車の折り返し、岡山駅ですねの動画をお届けしました。はい、今回はね、入線だけで発車はないんですけれども、この時ね、ちょうど先日公開いたしました2700系のね、特急南風号を撮影に行った時に、まあ合わせて撮影したという動画で、ですね、高知行きの2000系の南風号をね、撮影しようと思って、で、四国方面行きのね、ホームで、待ってると、まあ、ちょうどこの列車が来たので、まあ、撮影したという感じですね。はい。で、もともとこの列車が来ると思ってなくて、で、まあ、もちろん時刻表とか見ればね、わかるんですけれど、見てなかったからね。で、南風号を入線すると思ってずっとね、カメラ構えてたら、あれと思ってね、はい。で、入線してきた時にね、撮影した時には、平面側だとは思ってなくて、もうあの位置では見えないので、で、一番乗り場の方にね、行った時に、あ、平面側だということをね、気づいたという感じです。で、まあ、平成動画もね、撮影したという感じですね。で、最後、快速マリンライナーがね、ちょうど入線しましたけれども、はい。まあ、あれはおまけというか、ですね、うん。という感じで、今回は115系のね、平面画を含む、編成をね、撮影しました。で、今回もね、静止画、入れましたけれども、これも iPhone 11でね、撮影した静止画ですけれども、やっぱりね、超広角で撮影したんですけれども、なんかやっぱり絵になるなという感じで、はい、最近ね、好んで、あの画角を、
撮影してるんですけれども、どうでしょうかね。はい。まあ、あの画角、どうなんでしょう、好き嫌いもあるのかな。私好きなんで、まあ、これからもね、余裕があれば撮影しようかなとね、思ってます。はい。それでは、今回の動画、もしよかったなと思っていただけましたら、高評価。あんまり良くないなと思われましたら、低評価でも構いませんので、評価よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画をご視聴いただき、ありがとうございました。まだね、チャンネル登録されていらっしゃらない方、いらっしゃいましたら、ぜひ、チャンネル登録をしていただいて、で、他の動画もね、見ていただけると嬉しいです。それでは、また、次の動画で、お会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみください。